皆さんこんにちは、サックスの藤田淳之介です。いつも動画をご覧くださってどうもありがとうございます。今日はですね、先日、アップしたシルバースタインアルタアンビポリーリードが、アルト用を買ったんですけども、なかなか良かったのでテナー用も買いました。ただジャストで吹きやすいやつがなくて、これを調整して使おうかなと思ってるんですけども、動画をご覧の皆さんの中にもどうやって樹脂リードを調整したらいいのかなって気になってる方もいらっしゃると思うので、この動画の中で僕はこうやっているというのをご紹介できたらいいなと思っております。最後までご覧ください。それではまず現在の硬さがどのくらいなのかっていうのを確認したいと思いますが、まず普通のリードを吹いてみたいと思います。こんな感じで、サブトーンも出て、フラジオも出て、でパンチのある音も、まあ、ある程度柔らかい音も出せるかなというところなんですが、それでは、シルバースタインアルタアンビポリリードの 2.5 を現状どんな感じか吹いてみたいと思います。はい、こんな感じで音のパンチ力があってすごくいいんですけど、サブトーンが出にくくて、ちょっと常にまあ息苦しいというか、息をたくさん使わなきゃいけないというところで、それを僕が選ぶケーンのリードに近づけるように削っていきたいと思います。で、リードを削る際の鉄則としては、影響のない部分から削っていくっていうのが大事かなと思います。で、影響のない順番としては、やはりこの根元に近い方が影響が少なくて、この先端に行けば行くほど、少し削るだけで音色が変わったり発音が変わったりするので、かなりここを削るときには神経を使います。なので最初は僕はこの辺から削っていきます。で、特に低音が出づらい時とかはここを削るといいと言われています。それではこの辺から削っていきたいと思います。はい、まずはこの辺の角を取るような感じで、この辺だけを削ってみました。なので少し削ったら吹いて、少し削ったら吹くっていうのを繰り返すのがいいと思います。だいぶ発音はしやすくなりましたね。サブトーンがあともう少しというところかと思います。なので今度は、ちょっとこの辺も削ってみたいと思います。この辺までちょっと削ってみました。では吹いてみたいと思います。お、吹奏感もいいですね。サブトーンも出始めましたね。もうちょっとだけ出やすいといいかなと思いますが、
剣のリードの固めなのはこんな感じのもあるかなという感じですね。いや、こっから削るの緊張するな。どうしようか。なので、もっと発音を良くしたいときは、この辺をスッとこうちょこっとだけ削るといいと思います。で、腰がなくなるのも嫌なので、低音が出やすいので、この辺がもうちょっと、薄くなれば吹けるのかなと思ってたりします。なるべく左右対称になるように慎重に慎重にいけるといいですかね。それでは吹いてみたいと思います。いいですね。めちゃめちゃいい感じになりました。現状本番用に選ぶかなというところよりも少し硬めにはしてますけども、これが数日吹いてみて硬いままに感じるのか、少し柔らかく感じるようになってくるのかっていうところで、様子を見て最終調整しようかなと思っています。でも本番に向けてって考えると、これをあと少し調整するだけで全然本番で使えるので、いい感じに調整できたのかなと思っております。はい、そんなわけで今日は樹脂リードの調整の仕方ということでレクチャーさせていただきましたが、参考になれば嬉しいです。最後までご覧くださってどうもありがとうございました。藤田淳之介でした。